ラスチ人教会。こんばんは、ドナルドーです。今日は、ラスチ人教会について、紹介したいと思います。ラスチ人教会は、近代の詩人、童話作家であった、宮沢賢治が、設立した私塾。伊藤新吉著、ユートピア紀行、で、紹介された、三つのユートピアの中でも、特にラスチ人教会については、伊藤さんが取り上げていこう。さらに、研究が進み、ウィキペディアを検索するだけでも、かなり詳しい内容を、知ることができます。正直、それ以上に、述べることもないのですが、今回は、私自身の勉強という感じで、整理しておきたいと思います。まずは、ラスチ人教会にまつわる事柄を、年譜風にして、見てみましょう。1926年、大正15年、岩手県、花巻農学校を退職。最も大きな退職事由は、生徒に対して、農民になれ、と教えながら、自分が、俸給生活を送っていることへの、葛藤。ここで葛藤するところが、まず、宮沢賢治の、宮沢賢治たるゆえんです。波の先生ならば、俸給生活に、優越感こそ持っても、それに葛藤したり、辞職したりはしないものです。そもそも、教師には、次々と困難を克服してきた実力者は、極めて少なく、どちらかというと、虎の尾を狩る狐、胃の中の蛙、というメンタルの人がほとんどなので、それが、教育というもののいつもどこかうさんくさい、したる原因なのですが、その、みんなが目をつぶっていることに、一人目を背けないところが、私は、宮沢賢治の面目躍如という気がします。同年、4月、花巻川口町、下猫桜、括弧、現、花巻市、桜町、の宮沢家別宅で、独居自炊の生活を開始。この別宅は、賢治、最愛の妹、トシが、結核の療養をしていた場所です。同年、夏、周囲の若い農民と共に、ラスチ人教会を設立。教会といっても、実質は、賢治一人によるもの。地元の農民と共に設立、と言いながら、同時に、賢治一人のもの、というところに、どこか齟齬を感じますね。1927年、昭和2年、2月、岩手日報に、知人教会の、紹介記事が掲載される。同年、3月、賢治は、教会の活動に対し、花巻警察署長、伊藤義一郎による聴取を受ける。当時は、共産主義、社会主義運動の、盛んになった時代。それに対する取り締まりも、とても厳しくなっていました。同年、3月、教会としての活動を休止。1928年、昭和3年、夏、炎天下、農業指導に奔走したことにより、体調を崩し、以降、実家で療養。この後、教会の活動が行われることはありませんでした。つまり、ラスチ人教会の活動期間は、実質、設立翌年の休止までの7ヶ月間、長く見ても、賢治が病に伏すまでの2年間ということになります。では、ラスチ人教会では何が行われていたのでしょうか。実際、行われたものとしては、農民講座、植物や土壌についての科学的知識、あるいは、
賢治が唱える、農民芸術、についての講義、レコードの鑑賞会、子供向けの童話の朗読会、楽器の練習、不用品のバザー。楽器の練習は、農民による、楽団結成に、向けてのものでした。また、賢治は、農閑期の、衣服、食料、工芸品の制作を企画し、チェロやオルガン、エスペラント語、タイプライターの、習得のため、上京したりもしていました。賢治の、これからの生活の、夢がいっぱいの、業界だったのだと、思います。では、その、夢いっぱいの、業界の活動は、なぜ、7ヶ月で、休止されたのでしょうか。もちろん、警察に聴取を受けたことも、休止のきっかけではあるのでしょうが、それより何より、当時の東北の農民の暮らしは、まだまだ不安定であったこと、そして、その現実を、賢治が実感したことに、本当の理由があるように、思います。当時、東北では、不作、凶作の年が相次ぎ、農民は、生き延びることだけで精一杯、時には、死の影さえつきまとうような、暮らしぶりでした。農民たちは、賢治の取り組みに、好意的ではありましたが、とても、芸術を楽しむなどという、余裕は、なかったのです。業界の休止後、賢治は、各地に、肥料相談所を設け、何よりもまず、農民たちの生産の安定のため、無報酬での肥料設計に、奔走することになります。賢治の夢を、叶えるにはまだ、時代が、尚早だったのです。さて、ほぼ、未遂に終わった、ラスチ人協会の活動の理念、農民芸術、についての、賢治の考え方は、先に、朗読、の動画として、アップしておいた、農民芸術概論、および、農民芸術概論綱要、に述べられています。これらは、次の二つの点で、非常に優れていると、私は思います。一つ目は、人間の活動を規定するのに、その上位にある概念、農村や、地球や、宇宙に考えを致し、それらとの調和を、第一としている点です。歴史的に見ても、人間というものは、個人や、人間だけの利益に、突っ走るとき、大抵、ろくなことはしないものです。近視眼的に、自分以外のものを傷つけて、いずれ、自分がそのしっぺ返しを食う、そんなバカバカしい因果を避けるために、個人や人を超えた、神を想定したというのが、そもそも、宗教というものの、始まりなのでしょうが、賢治は、農村、地球、銀河、すなわち、地、を人のよって立つ、大切なものとし、一足早い、独特のエコロジカルな生き方を、展開しようとしていたのです。二つ目は、芸術のあり方についてです。現在では、芸術活動も、おおむね、お金が目的です。あるいは、お金では得られない、文化的な名声や雰囲気を得るための、どこか政治的な手段となってしまっていますが、もちろん、芸術とは、本来、そんなものではありません。金になろうがなるまいが、創作とは、それ自体が、とても楽しいものなのですが、そのことを、教えられる文化人、芸術家、教師は、誠に少ないのが、現状です。自分もそれほど楽しくないことを、お金のためにやっているというのが、作品を見れば、わかる人には、わかってしまいます。その点、宮沢賢治は、生前、あまり評価されませんでした。人には、評価されなかったけれども、創作すること自体が楽しくて、
膨大な作品を積み上げていった人だからこそ信頼できます。賢治は芸術がたとえお金や名声とはならなくとも、それをすることだけで十分に人生を豊かに楽しくしてくれるものだということを誰よりも知っていた人なのです。たかだか7ヶ月間しか存続しなかったラスチ人教会、しかしそこに込められた賢治の思想まで伺ってみると、現代の我々の生き方、文化、芸術のあり方などに疑問を投げかける内容も含まれていました。やはり、賢治は純粋な真実の人ですね。我々はだいぶ汚れてしまって、もう汚れにも気づかなくなっている気がします。私たちが汚れている間、賢治は星のように輝き続けることでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。